どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画で、ちょっとだけね、あの冒頭のシーンで紹介しましたが、虫の声、これなんかすごい反響ありまして、YouTube でも話しました。それから Instagram でも、ストーリーにね投稿してたんですが、すごく反響あってね、なんか不思議なお話なんですよね。その日本人のその脳みその処理の音のね、処理の仕方っていうのが、ちょっと特殊な感じみたいで、ちょっと僕もね、その深い話はちょっとわからないんですが、外国人のね方と一緒にこうね、虫が鳴いてるとこ通り過ぎた時に、ちょっと捉え方がね違うんですよ。日本人はね、あ、スズムシが鳴いてますね、もう秋ですねってね、あの季節を感じる、いいですねっていう風に解釈をするんですが、国によってはね、間の音を聞き取れない国もね、方もいるみたいです。それから、これなんかそんなにいいもんじゃないよ、これはもうただうるさい雑音、これって虫が鳴いてんだ、へーっていう人もいるんです。それからもうこんなね、もううるさくて風情もクソもないっていう国の方もいるんです。いろんな捉え方があるんですが、虫の声をきちっと虫の声として聞き取って、あ、いいですねって思える、そういうね人種ってほんと少ないみたいですね。日本人ってね、ほんと素晴らしい、こんなんあげたら日本人の素晴らしいとこね、たくさんあるんですけど、ちょっと一つのね、紹介でした。こんなに反響あると思わなかったんでちょっとびっくりしてるんですが、こういうね、目に見えないものね、少し触れてみてもねいいんじゃないでしょうか。今までだったらちょっとね特殊な分野でしたが、これからこういう時代ね、風の時代、全然ね、その不思議なこと、そういう目に見えない部分っていうのを、ちょっと触れてみてもいいんじゃないかなってね、僕はねそう思います。藤井風さんもね、そうです、藤井風さんが例えばね、そうですね、フリーライブの時に、大きなものとねつながる時間を作ってくださいでさらっとね言ってくれてましたけど、ああいうのはまさにね、例えば僕ね、空とか、あと風、なんかふーっと風吹いた時に、あ、流れがね、あ、これちょっと今いい風が吹いてるなってことを感じたりとか、逆に、あ、ちょっとこのままじゃまずいなってことを感じたりとか、空を見てね、あ、今流れがね変わったぞとか、前もちょっとね、動画で話しましたけど、そういう話嫌いな方もいるんでね、あまりちょっとねするのやめたんですがこれからの時代、そういうのに触れる時間も大事なんじゃないでしょうか。またね、いろんなケースで、いろんなパターンでそういったお話も少しねしようかなと思ってます。興味ある方はね、どんどんコメントをいただけたらなと思います。ね、いろいろねたくさんコメントいただいてありがとうございます。すいません、ちょっと話がね、すいません、それましたが、感謝の夏、ズッツさんのブログ、僕ねこれ大好きなんですね。ズッツさんが作る文章すごくいいです。グッときますね、目頭が熱くなります。文章作るのがすごくねお上手だと思います。そういうね、そうそうっていうね、共感していただいている方多いと思いますが、ついに感謝の夏エピソード5完結編終わっちゃうんですね。これね、終わんないでほしい、ね、感謝になってずっとやってほしいんですけど、しょうがないですね。もうこれエピソード5ってことで完結編ってことで、これ最後になります。まず最初ね、本番数日前のリハーサルの時に、その燃えよって曲の新曲ね、燃えよのアウトロ、最後曲の終わりの部分をちょっと長くね、もうちょっと聞きたいと、ズッツさんが聞きたいと、風さんに投げかけてみた。そしたら風さんは、そうと怪訝な顔で返すだけでしたと。怪訝です、これ怪訝の解説出しておきますね。要するにそうかなっていう感じ、藤井会さんはね、別にこのままでいいんじゃないっていう感じで多分ね、そういうふうに言ったんだと思うんですが、結局でもね、そのライブ事前の練習で直前にね、リサイズ、新たなサイズにして倍の尺で演奏してくれたっていうね文章、そういう文章から始まるわけなんですが、やっぱりね金メダルを用意しとけばよかったと、どうしてもねズッツさんは
藤井風さんに金メダルを渡したかった、褒めたたえてあげたかったんでしょう。まあサムネイルにもねちょっと使わせてもらってますが、YouTube ね8月末に100万人達成しましたよね。まあなんとね YouTube さんが、この盾をスタジアムまで届けてくれたっていうね、まあそれまた素敵なエピソードが紹介されていましたが、この写真はねもう本当に何でしょうね、これは本当素晴らしいですね。あの100万人ってこともすごいんですが、なんかこう感慨深いでしょうね。僕も最初ね彼の、YouTube 見た時は一番最初は35万人ぐらいしかいなかったんですよね。それがまあ見る見るうちに半年ぐらいかけてバーンとね100万人まで行って、すごいスピードでした。あ注目されてる人なんだなってことね、いつも感じながら見させてもらってました。それと同時に僕も YouTube で彼のことをね、お話しさせていただいてきましたね、ずっと。本当ね、ちょっとグッとくるものがねありました。本当にね、おめでとうございますと、また改めてねそういう気持ちになりました。はい、山田監督、エリザベス宮司さん、カメラマンね、この2人には感謝とリスペクトってことを書いてましたね。この二方はやっぱ仕事熱心だし、クオリティも高いし、なんて言ったって僕スピード感がすごいんだろうなと思います。スピード感ってずつさんもね言ってましたけど、ドキュメンタリーの映像もそうだし、まあそもそもそのフリーライブのねアーカイブ翌日になると思いますって言ってたけど、結局当日上がってたんで、本当すごいなと、スピード感ある方たちなんだなって思います。本当に、素晴らしいです。藤井風さん、彼がすごいのは分かってます。ただ周りのね周りの人たちも本当に素晴らしい人ばかりなんだろうなと思います。10月3日には、これ楽しみにしてる方も多いと思うんですが、カンジャムね、村上くんと、安田くんが、スタジアムに行って、藤井風さんにインタビューしてるっていう映像、これは楽しみですね。カンジャムはねやっぱりカンジャムで紹介されましたもんね、去年ね。すごく楽しみです。10月3日、11時からですね、カンジャム藤井風さん出ますので、ぜひこれ要チェックだと思います。ぜひねご覧になってください。はい、アリーナツアーがいよいよスタートってことで、いろんなねルールがマナーがあると思うんですが、藤井風ファンの方はね、彼が掲げてる、藤井風さんが掲げてる、ムードっていうのがあります。まあね、こういう彼の穏やかな部分っていうのが好きな方が多いと思うんで、ファンの方もね優しくて穏やかな方が多いです。そんな方がほとんどなんで、まあそんな 変な、ね、ことは起こらないと思うんですが、皆さんしっかりルール守ってね、皆さん風さんのねライブ最後までね走り切れるように、僕らファンもしっかりねルールマナー守って、穏やかに、彼をね支えたいなと思います。まあ、こんなさなかねライブやるわけなんで、僕らファンもね一もう本当ね藤井風チームの一員、スタッフの一員ぐらいの気持ちで、しっかりね守るべきことを守って、参加したいなと思います。かなりね皆さんのテンションがマックスに上がると思うんで、まあ、YouTube なんかでもね発信する方も多いと思うんですが、僕もね、福岡、まあちょっと日にちは先なんですが、ライブの様子なんかもねどんどん発信されると思うんで、まああんまりね詳しいところはちょっとあんまりもう見ないように ね、まあこう難しいですよね。行った方はやっぱ発信したいですから、もうしょうがないですね。だからもうなるべく見ないようにするしかないね。日数長いですからね。ね、だからもうこれもう発信した人を責めてもしょうがない。もうよくあるじゃないですか、ライブね全部言っちゃったとかね、見ちゃったね、なんで全部言うんですかとか、まあ、そういう、まあ、揉めないように、まあ藤井風さんねのファンは、まあ、そういうことしないと思うんですがね、揉めることはないと思いますが、もう絵だったらもう見ないね、開くと情報が出てきますからね、知りたくないなら見ないってことをでいいんじゃないでしょうか。僕もだからなるべくねアリーナツアーこうだったみたいな投稿はもう開かないようにね気をつけたいなと思います。はい、ということで、僕のねこのチャンネル、藤井風さん
のことを話します。それから、僕ね、あの藤井風さんを知った時にね、これからの時代にマッチしてるんじゃないかなと、いわゆる風の時代に藤井風ね、偶然か必然か分かりませんが、彼の発信してるもの、音楽、それから彼の佇まい、彼のムードがね、これからの時代に非常にね大事、彼のやってることがすごくマッチしてるって僕は感じました。そのことについて一生懸命ね、あのずっと、まあ、そうですね、7ヶ月ぐらい、まあ、ほぼ毎日ねこうやって動画にして配信させてもらってます。なんかね、共有共感するようなチャンネルなんじゃないかなって自分ではねそう認識しております。インフォメーション的なことももちろんそうなんですが、さっき言ったね、その目に見えない部分、彼の言葉にはそういうねニュアンスもあります。なんかこう昔だとオカルト、宗教、スピリチュアルみたいなジャンルに入ってたようなことを、彼はカジュアルにね、すごくね、あのスマートにおしゃれに音楽に変えたり、ああいうねライブの合間で MC でポロッとね言ってくれたり、僕ねすごくああいうのね共感持ってます。そんな部分を、まあ一つねワンクッション置いて、僕みたいなね、まあ、僕43歳ですが、まあその皆さんが受け取りやすいようにね、僕なりに発信したいなと思ってます。その中にやっぱ藤井風さんのこと、まあ藤井風さんはこういうふうに言ってました、それで、ね、派生して僕はこういうふうに思ってますみたいな発信が多いと思うんです。まあ本人じゃないんでね、藤井風さん本人しかわからない部分も当然あるとは思うんですけど、まあ彼を見てて僕はこう思いましたみたいな話が割と多いと思うんですね。まあ、そういう話が嫌いな方はちょっとね僕のチャンネル合わないかもしれないんですが、共感していただける方、まあそれによってなんとなくね、気分が良くなったりとか、テンションが上がったりとか、なんかね心地よい気分になっていただけたらなと、まあそんな人が一人でも二人でもいたらいいなと思って、まあそういうとこね、そういう方めがけて発信をずっとね続けております。いつもね賛同してくれる方、共感してくれる方、少しずつ、増えてきていて、僕本当ねありがたいです。感謝してます。いつも本当にありがとうございます。これからもねじゃんじゃんやっていきますんで、どうかお手柔らかによろしくお願いいたします。共感ねしていただける方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ツアーも始まりますね。みんなでまたいい気分でね盛り上がっていきましょう。このね今の新しい時代、大きな変化、もう皆さんね散々僕も言ってます、いろんな方も言ってます、時代が今大きく変化しています。どうにかねついていきたい、この流れについていかないとやっぱりね居心地悪かったりしますね。藤井風さんの音楽、彼の佇まい、彼の雰囲気を、まあ、キャッチした皆さんは、これはもうね時代に乗ってると僕はそう解釈してます。大丈夫です、ね、彼の発信しっかり受け取って、僕らもいい空気感でね人と接すると、あ、なんかの知ってると気持ちいいわってことになると思いますんで、僕らは僕らなりのアウトプットをねしていけば、それで風の時代に乗ったってことで僕はそれでいいと思います。なのでこれからもね皆さんで一緒にね、ご一緒にってことで、いい気分で、ね、あの時を刻んでいきましょう。ちょっと言葉がね、難しいですが、まあ、そういった感じです。はい。今回はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。